ということでですね、今日は、皆さんと一緒に、皆さんとっていうか、あの違うんですマままさかさんが、なんと、じゃじゃーポテトチップス買ってきてくれた。<laughs> 何袋あるかわかんないけど、ままさかさんがポテトチップス。 買ってきてくれました。私はまだ一個も見つけてないのに。今から何袋あるか数えていきたいと思います。いきます。123 まだまだ。じゅうい。じゅう。十三。十四袋。<laughs> <laughs> そして、ママサカのお菓子が入ってます。ママサカさんはエビせんべいが好きです。なんと。あの、十袋くらい買ってきてくれればいいよって言ったら。 十四袋も買ってきてくれました。拍手。ってことは、何円したんだろう。数える。嬉しいとまで丁寧に入れてくれてる。えっ、十三個って書いてある。えっ、十四個あったよね、今。 あれ <laughs> まさかのあ待って上の方に1個あったわ上の方に1個ありました1個一個ピーしてからレジ袋を買ってるからレジ袋挟んで13個でした <laughs> ありましたちゃんとすいませんどこで買ったかバレるからあれは見せないけどレシートは焦ったよこっちも焦ったよえみたいなドキドキよみたいな <laughs> はい レジ袋挟んでました <laughs>。おいくらだかというと、えーとえーと1800嘘千八百嘘千あってろ千六百じゃ千八百九十二お <laughs> おお。 円でしたまあまあまあえっ、ー、今開けちゃおうかなテンションぶち上がっちゃうけどこんなでもねあんま大きな声では言えないんですけどパパサカも20袋くらい買ってくれてるし私もネットで「箱がえしちゃった」だ <laughs> ってこんなにみんな買って 買ってくれると思わなかったんんだもん家族みんなこんなに買ってくれると思わなかったからなんか普通になんか家に60袋くらいポテトチップスあって戸惑ってる <laughs> ねえどうしよう60袋もあるんだけど <laughs> ねえどうしよう <laughs> ほんとでも,明日もうポテトチップス配れるくらいに配れるよ。<laughs> ほんとにねえーじゃあせっかく買ってきてくれたのでまあまさかが開けていきたいと思いますので皆さんあの中坂の反応をお楽しみくださいと調べによると70種類くらいありますカード <laughs> 70種類くらいあるのでなんか全然なんかもコンプには程遠いんですけどえっとなんか 代表カードと,、えー、と得点カードと,、えー、とアンダー23なんかめっちゃねあるんですよなんかいろいろあったんだけどちょっともう覚えてないんですけど <laughs> なんかとにかくいっぱいあるのでまあ、もしかしたらきっと皆さんの知ってる選手も出てくると思うのであの、ぜひ一緒に楽しんでいただけたらなと思いますそしてあの1袋に2枚くらい入ってるらしい,いや2枚1枚 <laughs> 2枚入ってるらしいマジでね中坂さんこれのね開けるプロなんですよということでじゃあ早速1袋う開けていきます <laughs>、うん、もういいかポテチについたまま開けますポテチについたまま開けるのはい開けるプロなんですでは まずどっち向きなんだろうあこっちだいきますせーのバンおおみんな知ってるでしょ森田選手と板倉選手おお素晴らしいいいいですこれは多分きっとノーマルカード森田選手で34番だってじゃあ板倉選手が4番だから森田選手と 板倉選手の間に30人もいるということで森田選手はねどこのチームにいたかな板倉選手はどこのチームにいたかなあんま詳しくないんですけど日本のチームにいたのかが分かんないなんかでもめっちゃレアとかないサインとかはないキラキラがあるかもう分かんないみたいな <laughs> なんかあんまなんか種類は豊富だったけどどれがレアなんだろうっていう感じだったじゃあこれはま,あまさかのお安さ2袋目いきますどっちもフロンターレだって フロンターレですえっ、ー、とまあ私は名古屋グランパス出身の選手かえー、長友選手が出るとブラボーですあとはあんな23の選手も楽しみですねそれでは2袋目いきますせーのバンおお集合写真と浅野選手じゃが浅野選手16番おお 集合写真には上田選手町田選手大迫選手板倉選手田中碧選手冨安選手堂安選手遠藤選手南野選手中村敬斗選手久保建英選手おなんとこんなところにラインナップ載ってますゴールスコアラーカードゴールスコアラーカードがきっとレアだよね アンダー23カードも17枚ありますでゴールスコアラーは18枚ありますでこれは多分きっとノーマル早い集合写真集合写真に2種類しかないのではいでも海外組じゃない選手の方が少ないだってゴールスコアラーカードで日本のチームで活躍されてる選手細谷選手河村拓夢選手 相馬選手くらいしかいらっしゃらないですよ <laughs> レア欲しいですねレア今んところあ、まだ2袋目ですでは3袋目いきますえ監督はなかった気がするえあるんだえ監督あるんだえ監督欲しいな 国内組の方がレアです3袋目せーのバンおっあアンダー2 3仕様が違うと思ったらアンダー2 3しかも番組を長んでカシフ選手だと FC 東京じゃないですかそして伊藤大樹選手です伊藤大樹選手は5番お板倉選手の次だやっぱ名前順だね アンダー二十三、知ってる選手が出て嬉しい。あ、こちら。こんな感じです。やっぱアンダー二十三はちょっとデザインが違います。はい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 。いいです。アンダー二十三は結構。あの、あれです。日本に在籍されてる選手が多いです。細谷さんと川村さん出たの、すごっ。かぶりなし、今のところ。まあ、まだ三袋目ですから。 4袋目いきます。そうです。バングナガンデカシフ選手です。バングナガンデカシフ選手は、多分、あの、普通の A 代表も招集されたことある選手なので、お上手ですね。いきます。じゃあ続いて、4袋目。せーの、バンおお伊藤敦樹選手と、 選手はアンダー23の方で出ましたあれ伊藤敦樹選手はまだ浦和レッズかおじゃあ代表代表じゃない日本在籍されてる細谷選手来ました細谷選手はどっちもあるのかな代表バージョン A 代表バージョンとアンダー23じゃん こんなな感じですかぶりがないですすりがいね素晴らしいしかもでもゴールスコアラーカードが出ないねえゴールスコアラーカード欲しい5袋目いきますあ伊糸敦選手やっぱもうそうだよねいらっしゃらないよね日本に表記はまだ日本になってましたあそうレイソルの選手ですゴールキーパーが欲しいとか確かにゴールキーパー5袋目いきます せーのダンおおーすごいかぶりない山本理仁選手だとあキャプテン来ました遠遠藤藤選選手遠藤選手山本理仁選手はもうアンダー2 3のこ,ここ最近あったやつでめっちゃ活躍されてましたよね。 ここに書いてあるよカード選出基準は2024年3月22アンダー20代23日本代表国際親善試合出場選手らしいです。で逆にこっち A 代表は23年9月から24年6月までに代表選出場時間上位選手らしいです。おお。はい。 じゃん出ましたえかぶりがないそしてアンダー23の選手もドクドク5袋開けてかぶりなしです素晴らしいねカシ,カシフカシフカシ選手と川崎のファンケルメスファンケルファンメルファンケルファンメルケルケンスああ言えなくなっちゃったファンウェルファンウェル メスケルケンサイ選手ですね <laughs> 言えた言えた6袋目いきますすごい引きがいいかもしれないまあ、まさかの買い,買い引きがいい6袋目いきますいきますそろそろねゴールカード欲しい せーの、じゃん。お。おお谷口選手と、えー。西尾選手。お素晴らしい。こちら、アンダー二十三のね、選手。セレッソ大阪です。素晴らしいね。かぶりがないです。谷口選手は今大怪我されてるので。心配ですけれど。はい。バラです。 いいですね西尾選手も今年のアンダー23めっちゃ見ましたいいですねすごくないかぶってないかぶってない7袋目半分です7袋目で半分ですから、まあ、そろそろかぶりかそゴールキラーがゴールキラーが欲しいですでは7袋目いきますせーのバンうおー これじゃないゴールカードえしかもめっちゃかっこよくないわすごい反射するすごいえかっこいいめっちゃかっこよくないとても良いえー、嬉しいしかも森田選手ですいいですめっちゃデザインかっこいいそしてもう一つは旗手選手でした旗手選手はもうね 最近すごいあれですよね結構定着って感じで三重県出身なんだセルティックでも大活躍素晴らしい嬉しいキラキラそしてかぶりなし素晴らしいいいですね嬉しいなキラキラすごい嬉しいな半分でちょうど、えー、半分でキラキラ出ました残り半分 楽しんでいきましょうでは8袋目いきますせーのバンおっかぶってそうそろそろかぶ,かぶってないかぶってないすごいなんと森下選手出ました森下竜也選手はえー、名古屋グランパスから今期限付き 移籍中なんですけどワルシャワっていうチームにレギュワルシャワっていうチームになんと名古屋グランパス出身の選手が出ましたーと伊東純也選手イエーイいいですね伊東純也選手いいですね素晴らしい <laughs> 素晴らしいかぶりなしだよめっちゃすごくない ちょっと並び替えたくなるからちょっと一旦並び替えてみるねちょっと裏向けて何番の何番が板倉選手が一番速そうじゃんで次伊藤大樹選手と伊藤え伊藤純也選手は35番だえじゃあ名前順じゃないのか伊藤大樹選手5番とかだったんですよ確かさっき見た時あじゃあ伊藤あれ伊藤大樹選手出たくないないんだけど ああいたいた <laughs> 5番え名前順じゃなかったってかかぶりないのすごいよね16番浅野選手が浅野選手16番だ伊藤敦樹選手は17番ポジションでもないでもディフェンダーの選手があれかミッドフィルダーだからこの辺と思いきや森下選手14番え何順なんだろう気になるー 次に若い番号はあ谷口選手7番だあじゃあやっぱポジションかなポジションっぽいですねやっぱミッドフィルダー多いからね大体ミッドフィルダーとフォワードは一緒になりがちながら <laughs> 遠藤選手旗手選手森田選手伊藤選手お背の順やばい9袋目いきます やばい楽しいもう大好きなのこういうのもうプロ野球チップスもう全然野球に興味ないのに何袋買ったかわかんないくらい12月8日この浜の地で絶対に負けられない試合があるそうですよ絶対に勝ちます9袋目いきますせーのバンすごいかぶってない全然わかんないごめんねでもうあのこのテンションを楽しんでほしい <laughs> なんと南の選手と保瀬マオ選手の A 代表バージョンが出ました。おお素晴らしい。素晴らしいね。すごくないですか？野球興味ないっていうかわかんないもん。こんなにさわかこんなに楽しめない野球はまだ <laughs> あの選手がわかんなさすぎて。南の選手と保瀬選手は柏原レースなす。すごい A 代表バージョンも来まして。 あとゴールカードバージョンゲットできたらあれですね細谷選手コンプリートじゃないすごいえ確かに三笘選手とかまだ出てないですねじゃあ10袋目いきます記念すべき10袋目何の記念か分かんないえ確かにゴールキーパー出てない さあのアンダー23が出てないですねさっきからではいきます10袋目せーのバンあっあすごい伊藤敦樹選手のゴールカードと、えー、キーパー出ました大迫選手大迫圭介選手出ましたサンフレッチェ広島の選手です素晴らしいすごくない かぶいってない,んだけどすごーいてかめっちゃいいペースでキラも出てるしすごいです。やっぱ大迫選手が一番でした最近はね招集はされるんですけど出場機会はなかなかないのでただ大迫選手はあの名古屋グランパスと戦った時に間近で見たけどやっぱオーラがすごかったですね。 では、11袋目。もうあと4袋しかありません。いきます。参ります。せーの、バンはあ、そろそろかぶってそう。かぶってないえー、すごいすごいよ。小川幸輝選手と町田幸輝選手、幸気幸気です。ダブル幸気。 すごい素晴らしいすごくないかぶってないかぶってないよすごいまま坂が本当にすごい <laughs> いいですねいいですねいいですねね本当にかぶりがなさすぎて 下手したら今日28種類揃うかもしれないみたいなすごくない ?13 番ここやなで小川選手は20番ここやなすごいそしてアン U−23 が全然出なくなっちゃった、まあ、A 代表はね A 代表一番見てますしたし A 代表のおかげであの,にあの代表大好きだった あの出場時間ランキングだと多分きっと長友選手は出ないので <laughs> 長友選手出ないのでまあちょっと楽しんでいきますかぶらないように次12袋目いき,ーいきますいきます せーの、バン。あ、アンダニジュさん一人は。あー、あ、かぶっちゃったー。森下選手でも、森下選手なんか、いくらあっても嬉しいですし。もう一人は、アンダニジュの、うちの選手です。バババばん。二千一年、わかい、それ、アンダニジュだからね。かぶっちゃう時も、森下選手、何人いてもいいですから。はい。<laughs> 森下選手2枚目とということでう森下選手だけ向きが違う森下選手なかった町田選手でうちの選手いいですアンダー23は全く被っていないでもまだ5枚しかないです よしよしいいですね調子いいでは残りに2袋2袋いきますいきますせーのバンうおー 伊藤純也選手と旗手選手ということでやっぱそろそろ被り始める時間帯ですよね <laughs> 時間帯っていう言い方しないでもらっていいですかって感じなんですけどはいということで伊藤純也選手と旗手選手でしたまあ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 まだ2枚目なんてかぶり2位はねまだかぶってないようなもんですから全然平気です ではラスト一パックいやキラキラ出したいキラ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 ,キラください行きます最後行きます行きますせーのバン ハンダリク選手ハンダリク選手ってまだまだお若いね誕生日1月1日さんって <laughs> なんて縁起のいいそしてガンバ大阪の選手ですということでアンダー23が被っちゃいましたけれどもホス谷選手すごいいっぱい引いたかもしれないということで計28カードあったんですけれども。 でも4かぶりくらい ?4 かぶりかな森下選手、伊東純也選手、畑輝雄選手、えー、細山尾選手の4かぶりだったのでこちら、ノーマルカードが35種類あるんですけど、2、4ハート、2、白、18-3、15種類出たのと。 こちらは17種類かなあるんですけど6種類出ましたのとキラキラが18種類あって2枚でこの全員写真が1枚あ2枚なのが1枚出たので普通にとても引きがとても引きが良い良すぎるヤババ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 バ すすすごごいいですねね本当にすごい南野選手出ました、ね、確か三笘選手とかあとはそうですねポジション冨安選手とかキーパーも全然出てないですねあとはそうキラキラのところキラキラじゃない全集後の裏を見てみると分かるんですけど上田選手 中村斗選手も出てない中村斗選手田中碧選手堂安選手も出てない久保選手浅野選手出た糸月出た古橋選手鎌田選手菅原選手河村拓真選手は出たか出てないわ <laughs> 出てない河村拓真選手相馬選手が出てないですねもっともっといます三笘選手とかもいるのでもっともっといます ンダ23はモザー大使ブランドン選手高井高井選手川崎壮太選手小見選手佐藤健選手平川優選手藤田ジュエルチマ選手山田風紀選手上中朝日選手染野選手藤尾選手などなどが出てないということ。 まあ、って考えるとまだ意外と出てないんですけど、まあ、この後まだ家に30ん違うな0 4 3袋届く予定なので43袋届く予定なので,なので86枚は出るかな86枚引くかなみたいなって感じなので。 まあ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 まままあまあまあ,まあ、まあ、きっと出るでしょう <laughs> あのほんとポテトチップスいっぱいなのでポテトチップスをいっぱい食べたいと思いましたでもみポテトチップス結構食べない人なんで、まあ、きっとままさかとパパさかが食べてくれるでしょう はい、でも、中坂はまだ名古屋市内で出会えてない。でも、今日ファンの方がここで見ましたって目撃情報送ってくれたので、あの買いに行きます。はい、今日、大雨で送った写真はね、去年のやつです。サラダに入れたらえ、確かに。え、マジ、ご自由にお持ちくださいだよ、本当にね。でもなんかね、去年か一昨とそれやった気がするんだよね。マジ、ポテトチップスの買いすぎで。 なんかすごい記憶あるみゆ <laughs> ちゃんは買ってないこれはままさかが買ってきてくれたみゆちゃんはまだどこにでもどこでも買ってないみゆちゃんアマゾンでしか買ってないので <laughs> はいパパサカもめっちゃ目撃情報送ってくれるので A 賞やばい A 賞ポルンシップスやばいんですよ でも確かにちょうどシャッフルのリハールからみんなに配ろうかな <laughs> 明暗かもしれないはいもう幸せなんかやっぱこうランダム最近のランダムは全て高いように感じるというか最近はやっぱガチャガチャとかくじとかばっかだったのでこの,このお手軽さでできるランダムがもう楽しすぎるので。 また見つけたら届くまでにまだかかるんですけど私が頼んだアマゾンとか <laughs> 届くまでにまだかかるんですけどあのー、まだ買っちゃう絶対に見つけたら自分でもバンバン買っちゃう特にアマゾンなんてさカードで買ったからさもうなんかお金減ってる感覚ないわけよパパサカにはピー,ピー送金した買ってくれてありがとうってママサカさんにはこのあとありがとうございましたするのですけれども お手軽128円のランダムはお手軽だよとってもとってもとっても本当に危険ですカード怖いなのででも楽しいランダムが本当に楽しすぎるどうしよう最高だねいやこの幸せを待っていましたなんかめっちゃシャッフル頑張れる気がするうわあ頑張ろう 頑張りたいと思いますって今ガチャガチャですね。100円で回せるものないから128円のランダムしかもポテトチップス付きなんてなんてお手軽なんだもうめっちゃ頑張りたいと思いますあ頑張りたいじゃん頑張りたいと思いました

おめでとうでもこの方はきっと中坂みゆちゃんに一途だしきっとこれから一生中坂みゆちゃんのことを強制しなくてもずっと大好きでいてくれるしもう中坂みゆちゃんへの愛マシマシマシマンなのでこれからも末永く中坂みゆちゃんへまっすぐ愛を届けてくれたら嬉しいなって思います一生中坂推しですもんねお誕生日おめでとう もうね分かんない他のレーンに行ってたら本当にね私のね監督不行き不足なんですけど <laughs> あの監督不行きっていうかあの全然ね知らないやんやお前って感じなんですけどもう私の知る限り私しか推してないと思うもう私のことめっちゃ大好きだと思うんですよ。もう私のことめっちゃ大好きだと思うのでこれからも私のことめっちゃ大好きでいてくださいよろしくお願いします。 よろしくです。だって、うー。よろしく。そうなんですよ。解任解任されてる <laughs>。原稿かけたー。ありがとうございます。皆さん、十二月。トップエルネを絶対ゲットしてね。今月末だよ <laughs>。すごい。 まだなんか書き始めてないみたいな感じでしたけれどもありがとうございますあの今日はあの日本代表ポテトチップス開封の儀してました <laughs> 何の報告やねんってねあ <laughs> 予約済み,ですあ,予約済みあ,ありがとうございます なんやかんやですでに三十九ああでも今日サッカーの話しかしないのでもうちょっとだけやりますそう楽しいなみんな楽しいな毎日四本書きますすごいすごいすごい 明日は姫倒しの親友と公園行くねだって待ってます楽しもうね選手一人一人の解説できるのすごいと思ったもう代表は最近全然見れてないのでなんか詳しくないですそんなにまだ楽しい70袋も買ってないです70袋は買ってないよ合計で 三十三。五十七袋くらいしか買ってない。五十六、まあ六十。この後、あとまあ。なんやかんやで、あ後十袋くらい買いそうですけど。はい、そう、明日みくるさん救援なので、皆さん十五人ですけど、楽しんでください。 袋もだと思うまあみんな最終的に何袋買うか予想しててください70袋買ったら140枚出るわけだからさすがにコンプリートしそうだよねでも70袋はちょっとさすがにやばいなっていうのはあります <laughs> 七十三福、中身袋。推しだけ出ないとか。レアあります。これ、これがレアです。レアカード。でも、なんか、誰が出るかわかんないから、推しが出る、推し、代表に推しか。でも、ブラボーさん、多分いないんですよね。 誰かここからカードリストを読め取れる読め取ってスクショしました無謀なこと言ってる人いるあ今画質いい <laughs> 確かにウエハースの軍資金が <laughs> あ PDF データあるけどってありますえ中坂が好きそうな選手誰だと思いますか <laughs> <laughs> 代表かブラボーさん以外に推しはできたことないかもしれないトップエルネオンは本屋さんで買えます 大体本屋さんで買えますけどネットでも予約できると思います名前名前でさ名前であれして名前でこれ好きそうみたいな <laughs> えー、どなたかなえまだドライヤー買ってないんだよね悩んでる悩んでる 35種類ってあとどなたがいるんだろうね誰がさ誰がさなんかもうチーム応援してるって感じあ話は変わりますがいよいよタッチツーショットが7部12枚9部11枚となりましたみんな 立ちツーショットも少ないってもう座りもおすすめだよ座りもおすすめだよあ上田綾瀬選手は結構好きです <laughs> なんでバレた由布奈月さん大好き人間だから由布奈月さんの YouTube めっちゃ見てるんですけどちょくちょく出てくる来られるので奥さんなんですけどあの上田綾瀬選手の奥さんが由布奈月さんなんですけどそれで えなんかここの2人の絡みかわいい絡むのは当たり前ですけど夫婦なんでここの2人の絡みかわいいって何流れいつも見てるそうトラップ好きだから鎌田あ鎌田選手もいいですよねわかるわかる小川選手は決めきる力半端ねえパネパネパネ動物に変身って何に変身するん何に変身しようか今悩んでるんだよね美羽ちゃんだからタヌキかな ええー、結構前田大前選手好きですなんで分かったんですかしかも髪生えた前田大前選手やばくないですか <laughs> 野沢大志ブランド野沢大志選手もねやっぱと FC 東京で和解ながらにキーパーやられてるからすげょーいってなりますよねそヘビやばいヘビのコスプレやばいですよ 福田選手は名前が強い,強い、ね、でも福田師王選手入ってなかったよねさっきのラインナップ的に田中碧選手もいいですよねでもなんかやっぱ日本代表の中盤っていうかボランチが遠藤選手と森田選手のコンビ大好きすぎるので私が。うん ペペンギンンンギギとかいい。いね。私保育園の頃のマークペンギンだった <laughs> 意味わかんない話しちゃった急に保育園の頃のマークってなんやねんっていうね「<laughs> 代表選手5かだから22人制とかならんかなえわかるーもうみんな見たいよね」なんか今は特に大事な試合ばかりなので3月くらいまで代表戦あるんですけど全部大事な試合なので。 てかもうこっから先多分ワールドカップまでずっと大事な試合続くんですけどまあ基本的に主力と呼ばれるあのまあ結構皆さんも知ってる選手多いかなと思うんですけどあのーまあワールドカップ開けるくらいになるとキリンチャレンジカップっていう親善試合が多くなってくるので親善試合になると新しい選手が見れて個人的にはハッピーです <laughs>。 <laughs> え組じゃない組じゃないのペンギンマークみたいな,なんか出席番号みたいな感じ私の保育園にはあったんですよ出席番号みたいな感じであのペンギンマークだったのわしはでも女の子ってみんな,なんかうさぎとかチューリップとかひよことか猫とか犬とかなんだけど なんか他の台はみんなペンギン男の子がつけてたんだけど私はペンギンでしたでもペンギンに誇り持ってた私はひよこ、ウサギリスゾウライオンでしたね <laughs> ペンギンマークでした <laughs> そう「走れペンギン大好き曲」 あなたのことを一番先に出席番号ペンギンって何なんか出席番号の代わりにペンギンマークだとなんか他にもカニマークとかリンゴマークとか何があったか新幹線のマークとか飛行機のマークとかライオンマークとかなんかいろいろあったんですよ。そ <laughs> そうそう お仕事に戻ります。あと。四原稿。頑張ってください。長坂の原稿ありがとうございました。自分で選んだかはわかんないです。物心ついた時にはもうペンギンマークでした。そう。でも出席番号順とかなかった。なんか誕生日順だったんね。長坂は二番目か三番目でした。<laughs> いや、不思議な。保育園だったかもしれない。 そうそうペンギンの着ぐるみってあるのかなちょっと探そうあもう49分なのでじゃあ50分になった瞬間に終わります瞬間に結局24時だねでもみんなと一緒にこの喜び共有できて元気になれてよかったその時期はブーじゃなかったねはい豚に目覚めたのは小学校3年生の頃でした 皆さんそう豚に目覚めた理由はパパ坂が私のことを「ューぶー」って呼び始めたからです多分きっと悪口だったんですけど気に入っちゃってこの娘さん、はい、結構気に入ってましたずっとということで50分になったので終わります また付き合ってねあと43袋あるから <laughs> 終わります大間さんガラスの靴ブーブーグーグーさん「ゆきうさぎゆきうさぎゆきうさぎ」マイク持ってろんな子さん「ブラーボー」シャーさんガラスの靴えー さんガラスの靴ウキイさんハート、えー、パンダさんユキうさぎハンバーガーハムハムさんユキうさぎハートパンダさんダイヤモンドパンダさん。 えー、ガラスの靴ピンクのモコモコウサギさんトートイシャーさん、えー、ガラスの靴メガネさんガラスの靴ピンクのアザラシさんゆきウサギくろちゃんさんハートハートマリモネコさんゆきウサギウキーさんハート飛行機ウサギさんガラスの靴仮面ライダーさんガラスの靴えー、飛行機ウサギさんガラスの靴ウキーさんハートルルネコさんガラスの靴サイリウムシャンシャンさんガラスの靴ハイ中イさんハートマリモネコさんチチンプイプイ。 世界さん、ガラスの靴、ずんだまんさん、ハート。バレンタイン、中坂さん、ガラスの靴。洗濯機女の子さん、アゲン。ルンルンネコさん、雪ぎ洗濯女の子さん、雪兎。えー、ずんだまんさん、ガラスの靴、ガラスの靴。マリモ猫さん、ガラスの靴。ルンルン猫さん、結婚して。洗濯機女の子さん、ハート。えサイリム、シャンシャンさん、ハート。シャーさん、ガラスの靴。パンダさん、ハート。またバた変わってる <laughs>。え黄色の巨人さん、ハート。 えズンダマンさん、ハートセンターガナのノコさん、ガラスの靴、ウッキーさん、ハートルンルンネコさん、お花やストロベリー、ニャンコマカロンさん、ハート黄色のの巨人さん、ハートシルルルンさん、かわいいかわいい、シロクマさん、ガラスの靴ピンクのアザラシさん、ユキウサギ。えー、シルルルルンさん、かわいい、みじんこさん、チチンプイプイ。シ、え、ロ、ー、のクマさん、ガラスの靴シルルルンさん、結婚して、わかるうううんうん、うん 羊さんわかるうんうんうんシルルルンさんわかるうんうんうん羊さんわかるうんうんうんシルルルンさんわかるうんうんうん羊さんわかるうんうんうんえピンクのモコモコウサギさん愛してるシルルルンさんわかるうんうんうんわかるうんうんうんおるさんハートハートハートシロノクマさんチチンプイプイハニワさんハートおるさんハートシルルルンさんガラスの靴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 ガラスのコガラスのコ おプレゼントボックスさんガラスの靴ええー、ガラスの靴ピンクのアザラシさんガラスの靴シュルルルンさんハート緑の女の子さんガラスの靴ルンル,ルネコさんハートええー、ハニワさんハートシュル,ルルルンさんハート緑の女の子さんガラスの靴ありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますイェーイありがとうイェーイありがとうありがとうございます ももちちちささんんはあっちだよもちさんすいません嘘です。えー、ということで今日もわかるうんうんうんって感じで皆さんありがとうございましたたくさんのギフトありがとうございます。は手きゅうぺこりぺこり。ペコリペコリ もう疑問もないかもしれない結構得意になってきましたガラスのコツもチチンプイプイもわかるうんうんうんも慣れてきましたねありがとうございますそれでは続きましてランキング読みたいと思います今日の中身は73位はデゲデゲデゲデンお目目が星マークのニコちゃんのアバターの花丸さんですありがとうございますありがとうございますでは続きまして20位から読みます せーのノーラさん水のねさんたくたくさんあそびばこさんアンディさんすげー,ーさんエチゴンパワーさんありがとうございますイエーイということで今日の20位から10位の皆さんありがとうございますぺこりぺこり続きまして13位から見ます13位チュートロさんありがとうございますピンクのもこもこうさぎぴょんぴょん 12位、スーパードライさん、ありがとうございます。ブーンブ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 ーニャー。11位、マックフロントさん、ありがとうございます。シャーシャ10位、トミッチさん、ありがとうございます。ルンルン猫コルル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 、ルン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 えン、ー。9位、丸橋ひるゆ之さん、ありがとうございます。ブーブグーグー,ー,ー。ハッピーバースデー 8位、トヨヘスさん、ありがとうございます。ウキーウキーウキー。7位、シュンさん、ありがとうございます。タキシードさんも。6位、カツリンさん、ありがとうございます。サメシャーク。5位、えー、ダーダーマツさん、ありがとうございます。あー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 あああ。

せーのガローさんガローさんガローさんありがとうございますそして73位と20位から10位の皆さんが変わったのでもう一回読みますもう二人目の73位は SK の浴衣のアバターのムミンさんですそして20位から10位はこっちの一個こったもう一回読みますか野良さん水の根さんたくたくさん遊びぼこさんアンディさんすげさんいちごばあさんですありがとうございます ということで、皆さん、今日も配信見ていただきありがとうございました。コメントしてくださった方、星ギフトを投げてくださった方もありがとうございました。えこっちの袖かわいいことに今気づいた。めっちゃ可愛い <laughs> <laughs> また明日の配信も見てください。よろしくお願いしまーす。イェイイェイイェということで、明日は久しぶりの椅子公演です。皆さん楽しみましょうね。グッジョブ。それでは、今日は中坂の。